めとんのかお前。何無視しとんじゃあれ。てめえ答えれボケ。なめとんのかお前。何無視しとんじゃあれ。てめえ答えれボケ。こいつ一生吠えてんな。なめとんのかお前。やる気あんのか。てめえ答えれボケ。近づいたら喧嘩すんのか。ああなったなった。後悔すなよ。よっしゃ。ああ橋の上で喧嘩売るから。はい、というわけで、助けてあげた人からお礼とかないんだ、このパターンだと。なんか絡まれてる人いたのにね。あれ、自分から話しかけるとなんかお礼もらえるんですよ。ずっと見てるとあんな感じで喧嘩売られるんだけどね。で、この辺かな。まあ、キリュウさんと同じで、だいぶ真島さんも巻き込まれ体質なので、だいぶ寄り道しちゃいましたけど、そろそろお家に返してあげよう、疲れた真島さんを。待てや、なんだよ今度は。もういいから、疲れてんだから。何そのスーツ。どこで買ったの。オデッセイのもんやって言うたら心当たりあるやろ。さっき言ったとこだね。オデッセイ、望みの引き抜きなら山形と話はついとるで。そうそう、引き抜いたとこね。支配人が納得しても俺らが納得するか。しとけよ。俺によってうちのナンバーワンを引き抜くた。江戸卿しとるやないか。上同士で話がついてんだからさ、もうそれで終わりだろ。なんであの店こんなにチンピラ買ってんだよ。あんた、お客様は神様や言うて客に土下座までするらしいやん。オデッセイのケツ持ちのヤクザとかなのかな。夜の帝王かなんか知らんが、情けない話やで。そんなに金が欲しいか。いや、金が欲しいんだよ真島さんは。そんなに客には通用しても俺らに土下座は通用せんで。ま、試しにやってみてもええけどな。全員ヤクザでしかありえないようなジャケット着てんな。お前の言う通り。お客様は神様や。うちの店に来た客にならドギザでもするし靴でも舐めてるわ。せやけど客やないなら話は別。まあそうでしょう。まして喧嘩売りに来たチンピラなんぞに俺が優しいと思うな。こう見えてドストバット携帯してんだからな、常に。大層な口聞けんのも今のうちや。かまん、やってまえ。おう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 、たった4人でやる気か。なんかこの辺あんま拾える武器なさそうだな。こういう大勢相手するときは、やめてー、バットの方がいいのかな。どっから取り出してんだよバット。いてー、くそ。狭い場所での他人数は結構厄介だな。すぐ後ろから殴られちゃうし。この野郎、おめえからやるからな。よし、行くでー、ほな行くでー。ひどい。よし、あとはもう喧嘩しスタイルでいいか。弱っ。めっちゃ弱ってた。ポスターめちゃくちゃ落書きされてんな。強すぎる。なんなんやお前は。いや、ただの支配人ですよ。お前ら仕返ししたかったら店に来いや。客としてなら土下座でも何でもしたるわ、好きにせ。ただその後どうなるかは保証すんぞ。お客様は神様やからな。これで肩ぎっつうんだからな。ヤクザでしょ。あのね、5億稼げっつってた店に来たヤクザはさ、真島さんを自分の下につかせようとかは思わないのかな。自分の組に入れて、その方が役に立つでしょ真島さんは、どう考えても。
まあ、まだ事情ちゃんとは分かってない感じだけどね。どういう経緯でこうなったのか。うわ、金持ってそうなのに結構ボロいアパート住んでんだな。こんなもうほぼ桐生さんじゃん。何かとすぐ巻き込まれて、喧嘩が強くて、極道抜けて仇になって、ボロいアパートに住んでいる。これもほぼ同一人物ですね。いやでも大変な一日だったね。何を考えてんのかな今。あ？怖い。何あれ。あ、監視されてんのか。上にもいる。うわ、これがあのヤクザの仕業でしょう。店に来たヤクザが常に監視してるんだ、真島さんのこと。逃げ出さないように。いい金づるだから。あ、このホームレス、なんか真島編の最初に出てきたね。あの時も監視してたんだ。この街は牢獄や。はあ、俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな、兄弟。うわ、兄弟っていうのが。あ、これで3章終わり。あ、そうなんだ。あ、じゃあ前回ここまでやっときゃよかったね。なんか切り悪いとこで終わってたんだな。あー、まあ、最後に兄弟ってつぶやいてたけど、なんかね、真島さんが極道時代の兄弟分が今刑務所に入ってるんですよ。それ龍が如く4でなんか過去の話みたいなんで語られてたんだけど、それ関わんのかな、その時の話。とりあえず進めよう。はい。ん？究極闘技の項目がオープンされました。ああ。そんなにやらないやつ。第4章！極道の証明。これまだ真島編かな？ 4 章も。そんなにすぐ、う、3年前かむろちゃん。あ！それそれ、こいつ！真島さんの兄弟分。極道時代のね。おう、兄弟。おう。まだ左目が、例のあれ、持ってきたんやろな。潰れてないんですが。まがいもんは一切なし。道島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして、36発発射できる。36発か。なんだよ、そのスイカ。相手は上野義治と、その場にいる清和会の連中全員。そう、この兄弟分のね、冴島という男が、鉄砲玉みたいなことして。何のつもりなんすか。それで捕まるんだけど。柴田、うん、担当直入に言います。今日の上野義治の襲撃、真島さん行かないでください。ほう。どうしてそれを。あなたと冴島は今日出所直後の上野義治を都内のラーメン屋で襲う。そう、二人で行くつもりだったのに。そういう計画ですよね。冴島一人でやることになるんだよな。実はあの計画ちょっと問題がありましてね。予定を変更させてもらうことになりました。このまま襲撃に向かえば、道島組長いや島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。兄弟はもう向かってんねや。じゃあ俺はどうしたらいいんじゃ。ま、真島さん、あんたは俺に兄弟裏切れっちゅうか。このまま見殺しにせえっちゅうか。あったんですよ、こういう落ち着いて。壮絶な過去がね。たとえどんな裏があっても構わへん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるせえ、関係ないわ。こっちはそないのもとっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。あれ、こん時に左目失うんだったっけ。柴
また。うわじゃらんじゃらに。やめてくださいよ。龍が如くゼロから始めた人にも分かるように伝えてくれたんだね、ダイジェストで。うわぁ、ボロボロにされている。お前には失望したで、マジマ。あ、これは知らないところだ。シマノの親父。その後ってことだな。極道にとって親の命令は絶対。あの龍が如く4のお前やったら回想シーンのそんくらい分かっとると思っとったがな、親父。兄弟は親父ですね、島の。佐江島はどうなったんですか。真島さんがいた組の組長。教えてください、親父。道を外した極道の行き着く先がこの穴蔵や。あ、親父。安心せえ、別に殺しはせん。せやけどここにぶち込まれた奴はみんな殺してくれって泣いて頼むわ。なんでやろな、親父。兄弟は怖え、島の。教えてください。龍が如く1に出てきたキャラなんですけど。うわぁ、これで島野の親父も真島さんを利用することを思いついたのかな。ね、真島さんを縛ってるあのヤクザは島野ともつながってるんでしょ。そういえば真島さんちゃんと風呂入った？シャンパンぶっかけられてたけど、店で。いまだにシャンパン臭いんじゃないの？このアパートちゃんと風呂ある？またろくに寝られんかったか。まあそのね、龍が如くゼロっていうのは始まりのストーリーで、龍が如くシリーズをゼロから始めるって人も結構いるみたいだからね。ちゃんと回想シーンがありましたけど、まあ、ざっくり言うと、真島さんの昔の兄弟分が兄弟分と一緒に鉄砲玉みたいな仕事をね、他の組のやつを襲撃するっていう仕事をやるつもりだったんだけど、まあなんかいろいろとはめられて、兄弟分一人が行くことになって、兄弟分は今捕まってる、で真島さんはこんなことになってるみたいな、ざっくり言うとそういうことなんだね。仕事いかんとな、今の俺にできるんはこれだけ。壮絶ですね、真島さん。とりあえず店行くのか、グランド。いや本当に早く桐生さんに会ってほしいもんだな。この時点では桐生さんと真島さんって多分、桐生さんと真島さんそもそも知り合いですらないんだよね多分。龍湖飯店来いか。よくわかるな、いつも。そうだけど、何かあるんか、暇な時に顔出してみるか。暇な時にだから別に行かなくてもいいのかな。龍湖飯店からか。そういや探索の派遣先を増やすって言ってたの。暇な時に顔出してみるか。師匠は話長いからな。龍湖飯店とか。師匠絡みの話になると、とりあえず店が近いし店行くか。おっと悪いね、おっと悪いね。おっと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 悪いね。さあ来たぜグランド、仕事だ仕事、5億稼がなきゃいけないんだから。支配人、おはようございます。昨日はオデッセイとの交渉本当にお疲れ様でした。のぞみちゃん来てる？俺は俺の仕事をしただけや。あとはお前らの方で店盛り上げてくれ。
でもどうして先に言ってくれなかったんですか。まさか望みの他に、そんな話だったっけ。望みの他に二人も来るなんて聞いてませんでしたよ。え、知らんぞ。二人、望みには劣りますが、どっちも経験豊富なベテランで集客力は抜群。前の店の客をそのまま引っ張ってきてくれそうです。さすがにこれオデッセイ損じゃない。これは昨日チンピラに襲われたのも納得だわ。望みだけじゃなかったの。うちからも何名かトレードで出したとはいえ、こちらに有利な条件であることは間違いありません。昨夜の交渉ずいぶんうまくいったんですね。さすが真島さんだぜ。まあそこそこ準備してから行ったからな。それさえしっかりしてやれば、あとはぶっつけ本番でもなんとかなるもんや。いや才能があるな。これは手放しませんよ。さすが真島支配人、夜の帝王の名は伊達ではありませんね。なんて言ったっけ、あの店に来たヤクザの人、佐川とかだったっけな。いやそりゃ手放さないでしょ、あの人も。どうやら俺が思っとった以上に交渉がうまくいったみたいやな。せやけどもっと痛いところつついてたら、他にも女くれたかもしれんの。事前に情報を集めるなり、店内で荒探しするなり、手札がもっとあればちごたかもな。え、あの手札使ってないじゃん、あの変態店の中にいた。あれ最強の手札でしょ。使わなかったけど、まあ今さら言うてもしゃあない。よしとしとこ。さてそれでは早速シフトについて決めていきましょうか。ああ、店の運営っていうのはなんかプレイヤーが手出さなくてもいいのかな。支配人、お電話です。あのオーナーだって言ってるんですか。またいつかよ。嫌だわ。分かった。露骨に嫌な顔。何の用や。お疲れさん。こいつ、お前ちょっと今から出られねえか。いやいや仕事あるから。いやさ、お前と飲みたくなってよ。俺は飲みたくねえんだよ。どういう風の吹き回しや。あいにくあんたと酒飲むくらいなら自分のしょんべん飲む方がまだマシ。相当嫌いだな。やめとけ、あんまりうまいもんじゃねえぞあれは。飲んだことあんのかよ。店は下の連休に任せとけば一日ぐらいはなんとかなんだろう。俺は明日葉公園で待ってる。早く来いよ。明日葉公園。おい、話聞かねえなあの野郎。オーナーからの呼び出しや。いつ戻れるかわからんから、あと頼んだで。え、わかりました。主任にも伝えておきます。すまんの。いやー、ろくなことじゃないでしょう、あいつからの呼び出し。明日葉公園、やつに似合いの下品な場所や。そうなの。遅れたら何言われるか分かったもんやない。急いで向かうとしようか。まあもう龍虎飯店は後回しでいいか。とりあえず佐川んとこ行ってみるか。うわー、これ高子ちゃんも着てた服。この時はこれが普通だったのかな。テカテカしたボディコンってやつなのかな。結構同じ服着てるやついるな。で、じゃあもう店には用ないのか。よし、みんな頑張れよ。ここだな。あー、ここ公園だったんだ、このゾーン。行ってみようか。まあ途中でサブストーリーに出くわしたらもうそれはそれでやるけど、まあ一旦まっすぐ向かってみよう。よっちょ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 っと待って、嫌なやつがいるな。今結構金持ってんだよ。ちょっと持ってるお金こういうのに使っちゃってから戦ってみようか。で、負けたら金全部取られるからさ、使うだけ使ってから戦おう。うわ、今もうここまでだ。もう一つ外側に行くと200万かかるね、一つにつき。うわ、それでも100万か。使ったって言っても負けたら100万取られんのか。
いやーでも勝ったら取り返せんだからな、600万やるぞこの野郎。西野勝昭君、また金がなくなっちまってよ。キャバレー行くから小遣いくれよ。せめてうちの店来いよ。いい店だよ、グランド、すぐそこだから。またお前か、キャバレー行きたけ自分で金稼いで行けや。そしたらなんぼでも歓迎してる。あ、なんで兄ちゃんが歓迎すんだ。支配人なんだよ、言ってなかったっけ。とにかくカツアゲした方が手っ取り早いんだよ。ごちゃごちゃ言わねえで金出せや。いや、ほんとでかすぎるだろこいつ。ほんとにほんとシャキール・オニールかよ。なんかこういう武器のヒートアクションとか使えねえのかな。いけ、お、いけんじゃん。あ、武器たくさん落ちてるところでやればいいかもな。戦いやすいかもしんない、少しは。あぶねえ。で、この赤いオーラが出てからが本番なんだよな。よし、これもういけんじゃねえか。武器をさ、装備しちゃってさ。どうす、やるぜ。あー、ちょっとちょっと、あぶねあぶね。オーラ、かっこいいやつだ。刺したー。めっちゃ血出てた。湯がごとき極みでキルさんも同じ技やってたな。637万4994円、やった、いただいた。初めて勝ったぜ。お前強いじゃねえか。喧嘩で俺が負けるとは思わなかったぜ。当然の結果や。次からちゃんと相手見て喧嘩売れ。あ、お前命拾いしたことに気づいてないみたいだな。俺が手加減しなかったらお前は死んでたぜ。ちょっと待てよ。で、こいつどんどん強くなるんだろうな。真島さんも強くなるんだし、桐生さんも。なんやと、負け惜しみはみっともないで。負け惜しみじゃねえよ。殺しまったら次からカツアゲできねえだろうが。お前が殺されるとこだったけどな。完全に腹にドス刺さってたけど。だからわざと手抜いてやったんだ。ほんなら次は全力で来いや。やめてよ、俺はやだよ全力。まあ結果は一緒やと思うがな。一生いっぱいなのにめちゃくちゃ生きるじゃん、真島さん。まあ今日のところはもう帰るとするか。カツアゲできねえなら蒼天堀にいる意味ねえし、とおとなしく去ってったな。次はもっと大金持ってこいよ。サブストーリーなんだこれ。ふざけたやつやったが相当な強さやった。油断してカツアゲされんようにせな。倒したら一旦サブストーリー終了なんだ。あ、やった、また強くできる。どれ取ろうかな。ふぅ、こうやってお金はどんどん使ってった方がいいんだな。で、また金取られても怖くない状態でカツアギ君と戦えば無限に金が手に入ると。勝てばの話だけどね。あ、でも意外と勝てるな。一度勝ったらなんか自信ついたわ。また出てきてほしいわ。オデッセイのよ、なんかこれサブストーリーの予感するな、この光景。娘を返してください。ちょっと近寄ってみるか、せっかくだし。娘を、イオリを返してください。黙って見過ごすわけにはいかないからね。ん、なんや、返してとは。と、なんか怖いですねこの真っ白感。なんか絶対絶命都市4にもこんな集団いたな。返してとはとんだ言いがかりですね。娘さんはご自分の意思でここへ来たのですよ。あ、あんたたちが娘をそそのかしたんでしょ。このインチキ宗教、やっぱり宗教だった。思ってたけど言わなかったのに。なんか宗教くせえなって。これ以上あなたが我々を侮辱するおつもりなら、我々はあなたの娘さんであるイオリさんに制裁を与えなければなりません。制裁、何をする気だ。我々としても実力行使は本意ではないのです。今日のところはお引き取りくださいませんか。女性何も言わねえな。後ろのイオリ、お母さんどうすればいいの。
これはもう桐生さんだったら迷わず首を突っ込むとこですけど、真島さんもそうなんだな。ほぼ同一人物じゃん、もう行動が。よりお母さんどうすればいいの。えらい騒いどったみたいやけど、どないしたんや。なんかあったんか。真島さんだって自分が大変なのにな、今。あなたは。ただの通りすごりすがりや。オタクらの話が耳に入ってな、ちーと気になったんや。こんな眼帯でポニーテールの男、なかなか信用できないけどね。通りすがりということは、あの団体とは関係ないんですね。よかった。あの団体、ええ、私が先ほど話してた人たちのことです。あの人たちは私の娘イオリを奪ったんです。どういうことや。もうキリュウさんじゃん。キリュウさんもすぐ言うからね、どういうことだって。うわ、ノーリードで犬散歩してる。つまりあんたの娘イオリちゃんがさっきの連中のところに行ったきり戻ってこんようになったと。はい、私もうどうしたらいいか。イオリちゃんは年いくつなんや。イオリは二十歳で大学生です。若いね。二十歳か。そのぐらいの年頃の子やったら遊び回って家に戻らんなんてよくある話やんけ。違うんです、イオリは騙されてるんです。まあな、真っ白な集団だったからな、あの宗教団体に。宗教団体、さっきの連中はその宗教の人間なんか。ええ、イオリ最近大学に行ってなかったみたいで、学校から家に連絡があったんです。でも毎日どっかに行ってるみたいだし、気になってイオリの後をつけてみたら、あの宗教団体の本部に入っていくじゃないですか。これは危ないですね。イオリが家に帰ってきてから問いただしたら、尾行したことを怒るでもなくこう言ったんです。ちょうどいいから母さんも入信しようよって。怖え、怖えよ。イオリのあんなうつろな目初めて見ました。洗脳されてますね。これは宗教の話をするときだけあの子目が変わるんです。絶対に何かされてるはずなんです。変な像やお守りも高値で買わされてるみたいだし、私宗教をやめてほしいって言ったんですけど、イオリちゃんには聞き入れてもらえんかったっちゅうわけや。はい、次の日どこから聞きつけたのか、宗教の人たちがやってきて娘を半ば無理やり連れて行ってしまったんです。なるほどな。何度も娘に会ってほし、会わせてほしいと頼みに行ってるんですが、いつも門前払いで。旦那を亡くして間もないのに、今度は娘までいなくなったら私、自分の娘が怪しい宗教に入って、その上連絡も取れん状態とはひどい話や。真島さんでしたっけ、一つお願いしてもよろしいですか。こいつに頼む。眼帯でポニーテールで抜き身のナイフのような雰囲気の男ですよ。なんや言うてみ、これもなんかの縁や。できることなら協力してやってもええで。もう桐生さんじゃん、性格が。そのよろしければあの宗教に入信してくれませんか。それはやだな。おとり捜査しろってことか。入信、スパイとして入れと。あの宗教の内部に潜入するには信者として入信する以外に方法がないんです。まあお母さんはもう顔割れちゃってるからダメなのか。私が潜入できればいいんですが、顔が割れてしまってますから。こんな眼帯の男入信させてくれるかな、あいつら。きっと見つかってすぐに追い出されてしまうでしょう。しかもこの辺じゃちょっとした有名人なんじゃないの。なるほどな、顔の割れてない俺ならスムーズに入信して内部に潜入できるということか。理屈はわかるけど、しかしな、会ったばかりの人にこんなこと頼むだなんてどうかしてるってわかってます。でもどうしても娘を取り戻したいんです。真島さんお願いします。もちろん俺ならさせていただきますから。警察に行った、その前に。もうこの手のサブストーリーで大体思うことだけど、警察には行ったの。警察より先に眼帯の男に頼むのはおかしいでしょ。あの子にイオリに帰ってきてと伝えてくれるだけでいいんです。どうかどうかそれだけでも。まあ警察もこういうのには介入しづらいのかな、宗教とか。しゃあないな。しゃあないな。でも帰ってきてって伝えるだけやで。それだけやで。本当ですか、ありがとうございます。それだけじゃないんだろうな。真島さん気をつけてくださいね。彼らムナンチョヘペトナス教の人たちは。ちょっと待って、何言ってんの。ムナンチョヘペトナス教。あー、龍が如く極みにもそんなんあったわ。俺龍が如く極みを先にやっちゃったんだけどさ、前から言ってるけど、発売時期は極みの方が後だから、
その後の話みたいなの俺先に見てるかもしんない。何をしてくるか分かりませんからね。まあ、いまいちうろ覚えだけど。無難著なんて。無難著ヘペトナス教です。なんでそんなスムーズに言えんの。すいませんが覚えてください。名前くらい言えないと怪しまれてしまいますからね。無難著ヘペトナス教ね。覚えました。おせやけど、ずいぶん変わった名前の宗教やな。まあ、任しとき。俺がうまいこと潜入して、あんたの娘、イオルちゃんに接触してみるわ。頼もしいぜ。はい、真島さん、これを。ん？何ですか？手作りのお守り。え？お母さんの？なんやこれ。娘に渡してくれってか？真島、私の作ったお守りです。真島さんが危ない目に遭わないように持っていてください。あ、これ真島さんが持ってていいんだ。娘に渡してくれとかじゃなくて。へへ、ご利益あるとええな。娘よ、いおりをよろしくお願いいたします。いや、お母さんにこんだけ熱心に頼まれたらな、お守りまでいただいちゃって。あ、ちゃんとある。手作りのお守りだ。大事に持っておこう。これは大事なものだわ。セクシー女優のテレホンカードと同じぐらい大事なものだわ。で、え、ちょっとここ目的地のすぐ近くなんだよな。佐川に呼び出されてる剣の。ただちょっとこのお母さん、このままにはしておけないでしょ。俺はやるよ、先にサブストーリー。